いただきありがとうございます。私たちはウルトラ G ユニットというバンドでございます。1曲目にお送りしました曲は、現在のですね、生きているベーシストでもかなり最重要人物と言われているクリスチャン・マクブライドという、人の作曲した Shade of the Cedar Tree という曲をお送りしました。メンバー簡単にですが、いや、ちょっとずつ話しながら紹介していきたいと思います。まずはピアノの方ですね。この方、その前にバンドのちょっと特徴をですね、お話ししたいと思うんですが、今日ですね、4つほど今後の演奏が、今日予定ではあると思うんですが、みんな江南大生による江南ジャズ県民によるですね、コンボが演奏されているんですが、このバンドだけですね、江南ジャズ県民が私一人だけだというですね、ちょっと異色のコンボでございます。みんなスーツでビシッと決めてる中、服装もみんなラフな私服でですね、今日は演奏してかなり変な感じになっております。はい、というわけで僕が、その江南ジャズ県民なんですが、江南ジャズ県ではない人たちを、これから紹介していきたいと思います。まずはということでピアノの方ですね。この方はですね、関西大学のジャズ県からやってきてくださいました。4回生で、去年は天理大学のアルスジャズオーケストラにピアノとして参加されて山野も出場されたということで、楽番の方でございます。ごめんなさい、僕下の名前知らないの。そういえばあ、山田聡さんでございます。イエーイ。はい、続きましてドラムス。この方はですね、同志社大学のジャズ研に1回生の時から参加をし、2回生で江南大学が誇るですね、看板バンドニューポートシングオーケストラにドラムとして参加、そして3回生では大阪大学ザ・ニューウェブジャズオーケストラのドラムに参加、そして4回生ではまた同志社に戻るという、流浪の民のような男でございます。現在は、留学の関係で大学を、今年の9月で卒業されて、今は、言うたらフリーターですね。はい、言うたらフリーターです。学生ではありません。
たくさんいろんなご縁がございまして、このバンドにお誘いさせていただきました。ありがとうございます。ということでドラムス高井東太。はい、続いてベース、この方もですね、一昨年と去年でですね、大阪大学ザ・ニューウェーブ・ジャズ・オーケストラの、名ベーシストとして名を馳せた方でございます。去年ですね、ここでベーシー祭りというイベントが、まあ、来週もございますけども、そちらにも参加していただいて、まあ、いろいろと、そうですね、今は大学院生ということで、関西が誇る超頭のいい大学、大阪大学の大学院に研究をされていることで、はい、大変でしょうけども、頑張ってください。というわけで、ベース中川亮、イエーイ。続いてこの男でございます。彼はですね、まあ4回生フリーター、大学の M1 ですね、大学院生ということで、彼はですね僕と同い年なんですが、学年は1個下ということで、彼も、去年は関大、去年はじゃないです、今もですね関大ジャズ研に参加しておりまして、去年は大手前のジャズスカイスクレーパーというバンドで、ビッグバンドで参加されてました。で、そして今年はなんとですね、あの同志社大学ザ・サード・ハード・オーケストラ、楽番では知らない人はいないと言われるですね、かっこいいフュージョンバンドのサードアルトとして頑張ってくださっています。まあ年齢が一緒ということで、いろんなことでお会いすることがあったので、ぜひ、もともと彼と一緒にコンボがしたいなと思ったので、このコンボを実は組んだんですね。そういう理由があったんです。はい、というわけでご紹介しましょう。アルトサックス吉田隆一。はい、ギターは、江南大生の江南ジャズ県民の松田秀平でございます。はい、僕はですね大学からギターを始めまして、実はいつもは四つ弾きというですね、変わったリズムギターをいつもしているので、こういったソロギターをですね皆様にお披露目するのはお久しぶりというか、ほとんどない機会だったので、まあ今日で引退という形なので、まあ挑戦してみようかなということで、めちゃめちゃ下手くそでございますが、皆さんのお耳ですねお触りするような演奏を僕からはしてしまうかもしれませんが、どうか残り15分ぐらいでですね、はい、よろしくお願いします。というわけで次の曲に参りたいと思いますね。はい、ちょっと待ってください。続いての曲はですね、まあ、パッド・メセニーという、ジャズでは知らない人はいないほど有名なアメリカのギタリストがいますけど、そのパッド・メセニーのですね、ジェイムスという曲があります。めちゃめちゃいい曲なんですが、ぜひこれをやってみたいと思い、今からそれをジェイムスをお送りしたいと思います。ちょっと待ってください。ピックどこやったかな。あれ？ピックが。ちょっと待ってください。はい、すみません。それでは続いての曲、ジェームスをお送りします。
Thank you.
ジェームスをお送りしました、難しいですね。そうこの曲すごくそのメロディーがすごく僕自身がすごく気に入ってメンバーもものすごく気に入ってみんなで口ずさむリハ前に口ずさむぐらいですね、いやいい曲やなって言ってやってたんですけどリハやってみたらめちゃくちゃ難しいというのにみんなが気づきまして、これはやばいな、やっぱパッド目線に行ってすごいなみたいな話をしたっけな。まあ、いやパッド目線にというのは偉大ですね。いつか見に行ってみたいなと思います。はい、まあ、そんな話は置いといてですね、なんと次の曲で我々の演奏、最後の曲となってしまいました。あ、そうだ、皆さん、私たちのですねこのバンド名ウルトラ G ユニットっていうのは一体どういう意味か、何だと思います？何だと思います？まあ聞いてもそうですね、お答えいただけない。そうですね、まあ僕ギターなんで、ウルトラ G ユニットの G はですねギターなんじゃないかみたいなお思いの方もいるかと思いますが、実はそうじゃないんですね。まあ Google かなんかで検索していただいたら分かると思います。はい、まあそんな感じでコンボ編の紹介は以上にしておきたいと思いまして、続いての曲で最後の曲ということで、もう一度ですねメンバーを紹介していきたいと思います。ピアノホルテ山田聡、イエーイ、ドラム高井東太、ベース中川亮、アルトサックス吉田隆一郎、そしてギター松田周平でお送りしました。はい、ということで次最後の曲はですねケニー・ギャレットというですね有名なアルトサックスの方がいますが、その方の曲のシング・ア・ソング・オブ・ソングをお送りしてお別れしたいと思います。お聴きいただきましてありがとうございました。ウルトラ G ユニットでした。
ットの皆さん、ありがとうございました。